消えちゃったんですけど、接続しています。くるくるしだしました。え、先生がまた入ってきてもらうの。あ、一回切れたってことですか。多分。おはようございます。時刻は10時を回りました。この時間は FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りします。お届けするのは FM ギノワンスタッフ田辺由紀です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。できる限り地域に根ざしたさまざまな情報をお伝えします。この番組ではご意見ご感想を受け付けております。防災防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど些細な情報でも構いません。メールアドレスは797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com。 FM ギノワンでは YouTube ライブとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができます。また同時放送もお送りしております。パソコンやスマホから聞くことができます。無料アプリリッスンラジオまたはマイチューナーを入れて、全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲して聞いてください。ラジオと全く同じものをお楽しみいただけます。そちらもよろしくお願いいたします。ではまず今日は交通安全アドバイザーネットからお知らせです。12月16日深夜、路上の成人男性が走行中の車にひかれた死亡事故が発生しています。深夜、路上の男性が走行中の車にひかれた死亡事故が発生したということです。車を運転する方は夜間はハイビームを活用するなど、しっかりと前方の安全を確認して事故を防止しましょう。交通安全アドバイザーネットから注意喚起のお知らせでした。そして運転免許センターのからのお知らせです。運転免許センターでは1月中の各日曜日9日、16日、23日、30日は大変混雑が予想されます。現在コロナ感染症対策として入場制限を行っております。希望する講習を受けられない可能性がありますので、平日午後の来庁にご協力お願いします。平日の午後が空いているということですので、ご協力よろしくお願いします。以上、交通安全アドバイザーネットからお知らせでした。それでは今週は月一コメンテーターとして社会福祉士で防災士の稲垣先生にズームで参加していただきます。稲垣さん、おはようございます。あ、もしもし、おはようございます。あ、こっちの声聞こえないのか。おはようございます。あれ聞こえないのかな。こちらからは聞こえてるんですけどね。これはどうしようかしら。先生、ラジオは聞けますかねって言うてもあれか。ですね、少々お待ちください。ではちょっとツイキャス、ありがとうございます。カンパチさん、おはようございます。では1曲かけてからいきたいと思います。カーペンターズでトップオブザワールド。
ライフサポートラジオをお送りしております。それではズームで稲垣先生呼びたいと思います。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、では今日はですね話題を、まあ、1年の最後ですので振り返りも含めてですねいろいろお伺いしていきたいと思います。はい、最近私が気になるのはビル火災なんですけど、はい、なんかこの感じは大阪でね北新地でビル火災でたくさんの方が亡くなられたっていうニュースがあったんですけど、はい、京都アニメーションの思い出したんですけど、うん、怖いですよね。そうでしたね。京アニの、ね、火災を模倣したというちょっと許しがたい、ね、はい、事件、放火とまだね、容疑者が捕まってないっていうのか、容疑者もね、重体なので捕まってないなので放火と断定はできていないですけども、まあ、まずこれは放火なんでしょうね。映像、防犯カメラの映像ではこう逃げる人を阻むような動きもしていたっていう、ね、完全にドアの粘りもしていたとかね、極めてひどい悪質というかもう考えられないようなねことだったですよね。放火、あの事件の場合はもうそんな逃げるって言ってもそこまでされたら放火の場合はかなり難しかったと思うんですけど、そうですね、まずガソリン液体というのは、まあ、まずガソリンと間違いないと見られてるんですけども、ガソリンをまかれて火をつけられたらこう一気に爆発的に火が回ってしまうのと、それから、まあ、一気にこう燃えますのでね、酸素が足りないんですよね。はい、なので、酸素が足りないと不完全燃焼になりますので、はいはいはい、大量の一酸化炭素が発生をするので、はい、まあ、今回の火災も実は燃えているのは80平米中25平米で、火災自体も30分後に消えてるんですよ。へー、はいはい、しかし、もうあれだけの方、ほぼ全員に近い方がお亡くなりになられてますよね。はい、でそのほぼ全員がですね、全員までいかないか分かんないですけども、もう大半の方が一酸化炭素中毒で、はい、やけどの跡がない方もおられたんですね。はい、だからもう本当に瞬間的に一酸化炭素中毒になった。しかもいろいろ調べていきますとですね、濃度が高い一酸化炭素中毒の場合はもう30秒で体が動かなくなるそうなんですよね。はい、だから本当にもうあっと思ったらもう直ちにもう呼吸ができなくなって亡くなってしまわれたと思われるような感じなんですね。あ、じゃあちょっと苦しむ間もなくっていう感じですか。多分そういうことだと思います。で一酸化炭素の場合はまあ、特に今回のビルのようなケースはですね、古い建物で消防法でのその適用がされてないことがねたくさんあって、煙の逃げ場自体、煙が出ていく場所も少ないですよね。なのでまあ充満、酸素は少ない、でも充満はしていく、そこにおられた方の吸う空気はないということで、まあ、できるだけ体をかがめるということが必要なんですけども、それすら多分無理だったんじゃないかなと思いますね。じゃあ一応新しくできた建物だったら空気、まあそうですね、いろいろ設備決まってますよね。スプリンクラーであったりとかね、それからまあ2方向避難が原則なので避難階段を必ず、はい、本階段とは別につけるとかね、いろんなことが決まってるけど、このビルの場合は、建築が1970年だったかな。この規模のビルで1970年より前だったかな、ちょっと待ってね、70年より前の建築のビルに関してはですね、今の現行法が適用されてないんですよね。だからほとんど違反ではなかったというんですね、今回のビルも。でこんなビルいっぱい大阪なんかめっちゃあるし、はいはい、いわゆるペンシルビルですよね。
で沖縄にも結構あるみたいで、実は今日沖縄タイムスの取材を受けることになってるんですけども、はい、今タイムスの方でも結構調べていると、はいはい、まあ、やっぱり相当な数のこうしたケースのビルがあってということらしいですね。なのでまあもしこういうことがあったら本当にどうしようもないとなると、結局ねガソリンを、はい、ガソリンの売り方がやっぱり問題で、今回規制かかったんですよね、共和にのことがあったから、はい、ガソリンの売り方がかなり厳重になったけども、でも結局それもかいくぐられてしまったっ、ね、原付に入れるかなんかバイクに入れるかなんかみたいなこと言われて、身分証の提示とかね、身元の、確認というか記録は残すけども結局売ってしまうみたいなことになってるんですよ、ね、だここを規制しなきゃ多分この事件はこうしたものはなくならないかもわかんないですね。そうなのか、まあ、それはちょっともう少し考えていただいて、うん、そうですよね、うん、まあその放火以外で、まあ、放火となったらもう本当に防ぎようが助かりようがないかもしれないんですけど、放火じゃなくて火災が起こった場合はどうしたらいいですかね。同じですよね、やっぱり一酸化炭素による中毒が大半になるので、うん、煙を吸わないようにすることですよ、ね、はい、だから基本的に今回の火災にも学ぶことはたくさんあって、はい、で一酸化炭素という問題を、沖縄ではなかなかあまり触れることがないですよね、はい、例えば、一酸化炭素をこの沖縄の人があまり知らないというのはですね、石油ストーブを使う機会がないからなんですね。あ、そうか。で、内地に行くと石油ストーブを使うから、必ず一酸化炭素がこの、ね、増えてくるから換気をしましょうみたいな話があるけども、はいはい、そうですね、小さい頃から慣れてますよね、うん、ストーブ使うときは換気しますよね、必ずね、うん、ね、だけども沖縄ではその一酸化炭素に対してのあまりその接する場がないので、はいはいはい、確かに、だから火災の時に煙を吸っちゃいけないということは知ってるけども、はい、それがなぜなのかということまでは多分あまり知られていないと思う。だからそういう意味じゃ今回の大阪の事件も非常に大きな教訓を示している、私たちがやるべきことはすごく示してますよね。でそれがガソリンの場合は一気に燃え広がるから、一気にその庫にある酸素をですね使ってしまうので当然不完全燃焼になるということだし、はいはい、でそう同じような構造のビルが沖縄にもたくさんあって、で窓が少ない、そしてその逃げる場所がね一箇所しか一つの階段しかないみたいなビルはもうかなり多くあるので、はい、これはやっぱり我がこととしてね考えなきゃいけないなってすごくありますよね。じゃあ例えば職場とか家とかがそういうビルだったら逃げるときどこを通るかとか、うん、そうですね、まず原則は二方向避難なので、うん、階段が一個しかなければどうするのかですよね。まず煙が入ってこないようにそこを完全にシャットアウトするようなものがあるのかどうかとかね、それから、まあ、ペンシルビル今回のケースなんだったらベランダがないですよね。で沖縄の建物はまあまあベランダが住宅なんかまずベランダがあって、雑居ビルはちょっとねアウトだったり、もう窓自体がはめ殺しになってるケースもねあったりするんですけどもね、まあ、そういう階段1個しかなくてもそれ以外で外と接することができているところがあるかどうかな。で今回の大阪の火災でももう窓を開けてなんとかこう外の空気を吸おうとして、うん、頑張っておられた方がねいるという報道がありましたけども、非常にこれ大事なポイントだと思ったんですね、うん、もうともかく中で猛烈な火災が起こった時はともかく窓から顔を出して、逃げる場所がなかったら窓から顔を出して、うん、もうこの体をくの字にするぐらいにしてですね、はい、もう落ちそうになるぐらいまでして、はい、そしてその呼吸をする、はい、そういうことがまあ必要だということに言われてる、はいはいはい、で結局その方がまあどうなられたかっていうのはちょっとね報道では分かんないですけども、うん、まあ、そんなところもやっぱり考えておく必要が非常にあるかなという感じですね。なるほど、のストーブ焚いてたら酸欠みたいになる時あるじゃないですか、うん、あれよく体験
もね、うん、小さい時からしてると、うん、あ、これが空気が一酸化炭素出だしたっていうのは分かるかもしれないんですけど、初めてだったら余計ちょっと気づくのに 遅くなるかもしれないですね、うん、そうですね、まあ、一酸化炭素沖縄ではあんまりね縁がなくて、車の排気ガスの中の一酸化炭素ぐらいですかね。あとはまあそうですね、あんまりでもないもんね。石油はそもそも使ってなくてですね、ボイラーでちょっと使ったりとかね、一部の地域では、お風呂を炊く時の燃料が石油であったりする地域もね、沖縄本島にもあるんですけど、はいはい、やっぱりその接する機会がねないんですよね。でも逃げ道考えたり、なるべくそういう建物どうなってるかっていうのを探したりとかしとく必要がありますね、うんうん、あとやっぱり煙の対処ですね。やっぱり煙は上に行くのでね、下に行くほどまだ酸素がある、一酸化そういう煙がないで、特に気をつけなきゃいけないのはですね、逃げるときにね、例えば子供とかおんぶとかね、するじゃないですか、はいはい、そうすると子供の顔は上に行きますんで、障害移動困難な方をですね、車椅子の方とかも抱えたりおんぶで逃げたりするけども、はいはいはい、火災の時はおんぶはちょっと良くないなというか、そうですね、分かりますね、これ、はいはいはい、口を押さえて手つないで逃げた方がいいですかね、うん、そうですね、もうほふく前進みたいな感じですよね、うん、もうできるだけ体を低くして逃げる、上にね顔があればあるほどやっぱり一酸化炭素中毒になってしまう可能性高いでしょうね。うん、なるほど。火災がまあ前先月の話では、まあ、沖縄は年中別に冬が多いっていうわけじゃないんだよっていう話でしたけどもね、うんうんうん、火災いざという時に逃げられるように、ね、はい、はい、燃えるものは部屋の中にいっぱいあるし、まあ、もう一つ今回の大阪のケースで教訓しなきゃいけないのは、まあ言ってみたら鉄筋コンクリートの建物ですよね、あれもね、はい、でも燃えてるわけですよね、うんうん、つまり沖縄でその木造住宅が少ないから火災は大丈夫だという考え方はちょっとやめた方がいいということ。そうですよね、ビルですもんね、うん、普通にね、うん、はい、うん、ツイキャス来てますね。長谷淳さん、稲垣先生とゆきはん、ウキミスオーチおはようございます今日のベルリン3丁目は8度ですわ。ベルリン3丁目におんの、どこやねんベルリン3丁目分からないです、ベルリンの3丁目ねらしいです。あとカンパチさん、クリスマス寒波が来るってって来てます。そうね、愛知めっちゃ恐怖ってんのかな、ホワイトクリスマスになりそうみたいなことを言う、まあ、ホワイトクリスマスどころか豪雪になるかもですよね、北日本とか、ね、今どうですか雪の感じはね、カンパチさん、うん、はい、またじゃあ CM を挟みまして、また今年を振り返ったり、あと津波地震についてなども聞いていきたいと思います、はい。残り5分です。うまいね残り5分です、はい、お雪は溶けました。積雪より道路の凍結が不安。あー早い、寒そ そうじゃあ一旦通ってまた高気圧が張り出してきてるんやね、内地の方は、ね、ライフサポートラジオをお送りしております。残り少ないんですけれどもね、今年ラストの放送ということで、今日は月1コメンテーターの稲垣先生とズームでつないでおります。引き続きよろしくお願いします。はい、はい、
今年は地震とか噴火とかもありましたよね。うん、まあ、地震はなぜか減ってんですよ。あ、福島県、宮城県、福島県地震だけだですね。ここのところ毎年震度6がですね、1、2度起こってたのに、はいはいはい、2020年はなくて、今年もその2月の福島の震度6弱だったかな、うん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 、6強かな、それだけだったんですよ。で、こういう時って結構やばいんですよね。次の年にめっちゃ大きいのが来たりしてることが多くてね、はいはいはい、やっぱり警戒しなきゃいけないんです。それから震度5ぐらいのものはもうまたまんべんなく起きてるからね、うん、はい、うん、今年もなんか相次ぎましたよね、この間もね、はい、11月だったかな、はい、うん、ね、ありましたね、うん、宮古島でも M6.4 やったかな、うん、近海だったから、あの海中の地震だったから良かったけどね、うん、うん、あ、じゃあ今年はちょっと少なめだったけど、そういう時はまた来年に警戒が必要と。そうですね、うん、であと空白域でも平気で地震が今起こっているので、ね、あ、まあ、阪神の時からそもそもそうなんですよね、うん、あの地震困惑と思ってて、実際の発生確率も 0.8% とかって言ってたら、うん、もう阪神とかね、熊本が来てんのよね。あれなんか、あの発生確率むちゃくちゃ低かったんですね。阪神で 0.8 から8%、熊本は0って言われてたんですよね。あ、そうだったんですね。0から0.08みたいな、そんなんだったんですよ、熊本。そやのに震度7、2回来てんの。はいはいはい、うん、だから想定っていうのは、まあ、あんまり目安にはなるけど、もうそれを信じていきない方がいいですよね。ああ、もうだいぶズレがあると思った方が、もう、まあ、どこ来てもおかしくないっていう感じ、はいはいはい、はい、うん、あと先日もこの、東北とか、あの日本海側 の日本海溝、千島海溝でもし起こった場合の死者の想定が出てましたけれども、19万、うん、これは最悪の場合ですよね、はいはい、最悪の場合ね、つまり冬場の深夜の場合で、はいはい、19万、そのうちの5万人ぐらいが避難先での低体温症で死ぬということですね。つまり逃げた先であったかくなければ死んでしまう、しかも高齢者から死んでいく、はいはいはい、高齢者とそれからまあその基礎疾患を持ってらっしゃる方から亡くなってしまうということで、はい、逃げた先でのその防寒体制をしなきゃいけない。この冬の夜に起こるっていうことも考えたくもないぐらいですけど、でも考えないと助からないっていうことですよね。うん、案外夜起こってますよね。うん、うん、まあ夜って1日の3分の1ぐらいだけど、はい、実は夜起こってる方が多いような実感、阪神もそうでしたしね、熊本もそうでしたからね。うん、なんか巨大地震って夜に見舞われてしまう、うん、なんかそんな感じはちょっとしますね。どうしてもなんか昼間のね、なんかこう、うん、何でも見える場所、うん、あの時間に起こることを想定してね、うん、訓練とかしますけどね。そうですね、うん、なんでまあ沖縄でもやはりね、同じように海溝が近くにあって、はい、で沖縄の場合は逆ですよね。真夏の炎天下に起こった時に、うん、衛生管理問題とかね、熱中症の問題とかを考えなきゃいけないということですよね。じゃあ考え、うん、一番考えたくない最悪のことも考えるっていうのが大事ですね。そうですね、はいはい、最悪からやっぱり考えていかなきゃいけない。最悪からじゃあその時の犠牲者数をどう減らすのか、そのためには何をしなきゃいけないかということを考えて対策を取っていくというのがまあ大事だと思う。はい、そろそろあと1分なんで、今年の最後の一言お願いします、うんうん。そうですね、今年コロナが、ね、あって、はい、あのたまたまコロナ禍で地震がちょっと少なかった気もするのは幸いでしたけど、豪雨災害も去年ほどじゃなかったですけどね、はい、まあ、来年何があるか分かんないので、あの十分気をつけて勉強しながらですね、対策を練っていきたいと思いますね。はい、ありがとうございました。じゃあ年末年始もね、あの時間がちょっとあるかもしれないので、そういうことも考えながらぜひ過ごしていただきたいですね。はい、今日は稲垣先生ありがとうございました。ライフサポートラジオをお送りしました。安心安全な生活を送るために、 FM 宜野湾より田辺由紀、そして稲垣先生に今回はお伺いしました。ありがとうございました。
すいません、ちょっと接続が一回切れたりしてびっくりしましたけど、ね、ちょっと時間が減ってしまったんですけど、また来年も1月、27にお願いします。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ、お疲れ様。はい、失礼します。